こんにちは、デリッシュキッチンです。豆腐のミートグラタンを作ります。玉ねぎ1分の1個はみじん切りにします。しめじ1パックは根元を切り落とし、粗みじん切りにしましょう。フライパンにサラダ油小さじ1を入れて熱し、玉ねぎとしめじを入れ、しんなりとするまで中火で炒めます。豚ひき肉 150g を加えて、肉の色が変わるまで炒め、カットトマト缶1缶、ケチャップ大さじ2、ウスターソース大さじ1、塩小さじ1/2、コンソメ小さじ1/2、おろしにんにく小さじ1/4を加えて煮立たせ、蓋をして弱火で5分煮ましょう。汁気がなくなるまで強火で煮詰めます。キッチンペーパー2枚を耐熱容器に敷き、木綿豆腐2丁をそれぞれ包んで、600ワットのレンジで2分加熱して水切りをします。取り出したらキッチンペーパーを外し、しっかりと水気を切りましょう。スプーンで豆腐を粗く崩します。ミートソースをかけ、ピザ用チーズ 60g を乗せて、トースターで5分ほどチーズに焼き色がつくまで焼いたら完成です。ぜひお試しください。